チャンネル登録数が300人を超えました。こんにちは、しんじです。今回はチャンネル登録者数が300人を超えたということで、登録者の方はもちろんですが、一度でも動画を見てくれた方への感謝などを話していきたいと思います。こういったね、記念動画では毎回ね、こうお礼を言ってはいるんですけれども、まあ、チャンネルをね、登録してもらって、定期的に、動画もね、見てもらえてるっていうのは本当にこうありがたいなと思います。まあ、自分がね、こう動画を作って、まあ、YouTube に動画を上げて、まあ、見てもらってるわけなんですけど、こうよくよく考えると、なんて言うんですかね、こうチャンネル登録ってすごいなって思います。なんか単純にこう自分が作ってるものをこう見てもらって、まあ多少なりとも気に入ってもらえてるからチャンネル登録はしてくれてるっていうことをね、まあ、考えただけで、まあそれがすごいなと、まあ本当改めて思います。まあ改めてね、こうチャンネル登録をしてくれてる人には、ありがとうございますと本当にね、言いたいなと思います。そしてね、まあ一度でも動画を見ていただいた方も本当にこうありがとうございますっていうふうにね、思う気持ちがあります。では登録者数がね、300人に到達するまでの、日数なんかをね、ここに出してみたいと思います。この数字を見てみると、200人から300人に到達するまでっていうのがものすごくね、早かったっていうのが分かります。まあこれは前回の動画でも言ったと思うんですけど、Facebook でやっぱりこうちょっと宣伝をさせてもらったっていうのがね、大きいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、空撮動画については、僕が最後に挙げていたね、初飛行編を見てもらえば分かる通り、ちょっとね、不具合の方が出てしまっているので、まあ、しばらくはね、ファントムに関する動画っていうのはちょっと上げれそうにないなとは思っているんですけれども、不具合に関する対応経過などは別に動画を作ろうと思っているので、まあ、次にね、空撮動画を上げる前にはそういった話をしている動画を作ろうかなと思っています。まあ、あの動画を作った後にこういろいろ調べていたら、結構やっぱりまあコメントにもついていたんですけど、なんかファントム2ビジョンプラスはもしかしたら不具合が多いかもしれないなとちょっと感じました。まあ新しいね、新機種っていうこともあるんですけど、まあ今までにない FPV があったりとかしているので、まあそういった意味では、まあ不具合みたいなものはね、出やすいのかなという気がしました。で、僕のね、チャンネルは一番最初に上げた動画でも話している通り、日本のね、トップ YouTuber である瀬戸康史さんと一緒の動画に移るというね、目標を掲げてはいるんですけれども、今のね、当面の僕のチャンネルの目標はチャンネル登録者数を1000人にしたいなと考えています。まあチャンネル登録者数は、まあ頑張ってこう動画を上げ続けていればね、増えていくものじゃないかなとは思っているんですけれども、やっぱりこう1000人っていうのはまあ大きい数字だと思うので、まずはね、その1000人を目標にはしているんですけど、まあ1000人っていう理由は、チャンネル登録者数が1000人を超えると YouTube のスタジオを無料で借りることができて、そのスタジオでね、撮影をすることができるみたいなんです。で、チャンネル登録者数が、500人を超えるとレコーディングスタジオをね、借りられるみたいなので、まあ、今のね、目標としては1000人に、到達した時点でバンドのね、音源をレコーディングをして、さらにそのバンドの、ミュージックビデオをね、作ってみたいなと思っています。まあ無料でね、こうちゃんとした設備が、借りられるっていうのもあるし、まあなんかこう YouTube で、レコーディングから、ミュージックビデオまで作るっていうのはちょっとね、こう企画としても面白いかなと思ったので、まあそのあたりをちょっとね、やってみたいなと思っています。で、もう一つは、チャンネル登録者数が1000人を超えたら、まあリアルのね、友人知人にちょっとまあ僕が YouTube で動画をやっているみたいなことをね、公表したいなと思ってます。まあ最初にもね、こう言いましたけど、まあ僕がこうやってね、話したりゲームの実況をしている動画をね、まあ YouTube に上げて、まあそれをね、こう見てもらった人が、まあちょっとでもこう気に入ってもらえて、チャンネル登録をしてもらったのがもう300人っていう数は、まあ本当にこう、まあ、50人の時もね、こう記念で動画を作ったんですけど、まあやっぱりすごいなと思うんですよ。なのでまあ300人でもね、十分すごいなとは思います。
まあ、あとはねこううぬぼれるわけではないんですけど、その300人の人がね、まあ、動画をね楽しみにしてくれてるかもしれないっていうことが、まあ、本当そこがねすごいなと思います。まあ、なんていうんですかねこうあんまりこうなんていうんですか実感はないんですけど、やっぱこう数字として300人っていうところっていうのはね、こう YouTube に動画を上げ始めてみて分かったんですけど、やっぱすごいなと思います。なのでやっぱりこうね、まあ感謝の動画みたいのを毎回こう作ってはいるんですけど、毎回こうそういう時にまあありがたいなっていうのは思います。うん、すごい、すごくないですか。なんかツイッターとかをこう真面目にやってるわけでもないので、フォロワーが増えるとかそういう実感もねこう今まで感じることもなかったんですけど、まあ、自分がやっぱ発信してるっていうことを考えるとチャンネル登録者数300人はすごいです。本当に、うん、なんか軽い言い方ですけど本当すごいなと思います。ただ、それがね1000人になった時っていうのは、まあ、区切りもすごくいい数字ですし、まあ、個人的には一つのこう達成感みたいなのがね結構出るんじゃないかなと、まあ、そう思ったので、まあ、その1000人っていうね区切りに達したら、まあ公表するみたいなね形にしようかなと思ってます。なんかこう1000人ですよ。1000人ってすごくないですか。まあ本当ねこうもっとこう昔からね YouTube で動画を上げてる人は、まあ、1万人とかね、まあ、10万人とか、まあ、多いねヒカキンさんとかは、まあ、100万人とかね、登録者数があるわけなんですけど、1000人ってすごいと思いますよ本当に。まあ、こうやってねほぼ毎日、まあ、僕も動画を上げてるわけなんですけど、やっぱね1000人とか1万人とか、まあまあ、1000人も十分本当すごいと思うんですけど、1万人とかねこれ何やったら1万人とかいくんだろうとか思います本当に。まあ、地道にね動画を上げ続けて、まあ、面白い、まあ、面白いっていうのがね前提になるとは思うんですけど、本当ね1万人とかはもう何したら本当にいくのっていう風にまあ思います。まあでもね、まあ、そんなこと言っていてもしょうがないので、まあ、僕は僕なりのペースでこう動画を作って、まあ気に入ってもらえるようなね動画になればいいなと思います。まあなので、今のね僕のチャンネルの最大の目標は、瀬戸康史さんと、一緒の動画に映るっていうのが、まあ、今のところの最大の目標なんですけど、まずね当面の目標としては、チャンネル登録者数を1000人にすると。で、チャンネル登録者数が1000人になったら、YouTube のスタジオを借りて、まあ、バンドのレコーディングをして、バンドのミュージックビデオを作ると。まあそのバンドはねどういう基準で決めるとかまあわかんないんですけど、まあその時にね僕が一番撮りたいと思ったバンドの、音源もね、レコーディングさせてもらって、さらに、まあミュージックビデオも作ると。まあレコーディングは僕知識がないのでちょっとね知り合いの、まあ、レコーディングエンジニアさんに頼めれば頼みたいなとは思っているんですけど、まあ、映像の方はね、まあ、僕は映像がちょっとは撮れるので、まあ、自分で撮りたいなと思っています。